さあ、えー、ガングレビューの時間ででございますす、えー、毎回ですね、気になるおもちゃを持ってきまして、えー、音ですけどね、えー、ご紹介しております、えーまあ、またあの YouTube のねあの方のビデオもね作ってますんで、えー、ぜひねこの番組の方を見てみたいっていう方はそちらの方でもぜひね本物をね見てくださいね今日は、えー、ちょっとねすごいいいおもちゃなんですよね、えー、プレミアムバンダイの方からですね、まあ、ウェブ限定ということで販売されました、えー、戦隊職人タイノバックラーね 大の、えー、バックラーときたらもうこれはねあの恐竜戦隊恐竜じゃなくて1レンジャーね1レンジャーの、えー、変身アイテムなんですけどもうね1レンジャーえいつだっけ92年1992年から1年間放送されたということなんですよねそしてまあそれだけじゃなくてですねなんとアメリカで、えー、パワーレンジャーの第1号になってるわけです。 で、93年から94年マイティモーフィン・パワー・レンジャーズとしてですね、えー、アメリカで放送されましてもう以来、アメリカのパワー・レンジャーはそれからずっと歴史がね、えー、ほぼ日本の,あのスーパーセンターの歴史を追いかけてきているわけなんですけどそしてね、ね、ちょうど今、旬なんですけど来年2017年にですね、このパワー・レンジャーズのハリウッド映画版パワー・レンジャーズが公開予定ということで熱いっすよ、これは。ねえ でまあまあ、当然、これは、ね、あのアメリカの方の盛り上がりもあるんですけど、まあ国内のね、日本の国内の方でも、えー、その盛り上がりをです、ねえー、おもちゃで応援しようみたいな形なんでしょうね。じゃあ、えー、ちょっと今日は、ね、持ってきました箱見てください。えー、見てくださいってラジオなんで、ね、見せられませんけどね大の、えー、バックラの箱を、ね、今、手元に持っているんですけどあのもし、ね、皆さんがあの小さい頃ダ大のバックラ手にしたことがあるという記憶のある方はです、ね、赤い箱だったっての覚えてると思うんですよ。 で赤い箱でその白の帯があって「ダイノバックラー」って黄色の文字が、ね、ドーンと書いてあるんですけどほぼ同じ。いといっても実際の箱はねもうちょっと違うと思いますけどデザイン的にはほぼ似たようなイメージ印象っていうのを持ってますね。いいですよ。で裏の方がねなんかその「おわかっこいいな、えー」このね「ダイノバックラー」のですねデザインがドーンと一面に使われております。そして、えー、肝心のね「ねダイノバックラー」なんですけどあのね今回そのこれ今回っていうかこれ その,紹介そのダイナバッグの中にはですね、えー、まあコインを使うんですけどコインが1個しか入ってないんですよ、まあ、メダルといった方がいいのかなコインって言うとちょっと軽い感じがするメ,、ね、メダル1個しか入ってないんですよで、えー、バンダイさんもちゃんと考えてまして、えー、14歳の場合はねメダルが大事なんで、えー、ちゃんとですね合わせて、えー、何ですか、えー、守護銃メダルセットというのがですね、えー、合わせて発売されまして、えー、これも今日あのご紹介しようかなと思います。 じゃあまずはですね漢字のダイノバックラーね、えー、今ちょっと手元に持ってるんですけど重いんですよあの以前皆さん覚えてますかねあの僕あのアメリカの友人の方からそのパワーレンジャー版の、えー、ダイノバックラーの方ですねいただきましてでそれねあのレビューをやったことがあるんですけどほぼ同じ重さだと思いますやっぱりだあの、ねえー、あのダイノバックラーのカパッとこう,う,う、ね、あの上と、ね、上顎と下顎っていうのかな、まあ、恐竜イメージなんで あの口みたいになってるんですけど上顎下顎この部分の口の部分があのダイキャストなんですよ贅沢ですねたっぷり使ってますよでメダルねえ4 5 0メールこれティラノザウルスの番がねあのバージョンが中に入ってるんですけど、えー、これもですねやっぱりダイキャストということで結構重みがあるんですよねで、えー、裏の方を開けますとですねはいあの ちゃんとュー、ね、レンジャーの Z の字がです、ね、刻まれまして、非常に麗なあなペイント、ゴールド,、ね、ールドでその裏のボディがぱっと,こう、ね、ちゃんとこう塗装してますね。さすがに、ジューレンジャーは、ね、5人ですので1、2、3、4、5ということでその5色の色が、えー、表示されております。はいでえー、じゃあ早速ちょっと音を、ね、あの紹介したいんですけどあのー ウェブサイトねプレミアマダイさんのですねウェブサイトのからの情報によりますとね、ねセットの内容、何が入っているかというと、ですね台、まあのバックあの本体、それからバックルパーツ、これ、1個入ってますね、はい、バックルパーツ、これ、ベルトにつけることできますよ、つけたければね、<laughs> はいでえー、それから40、50メダル、これはティアノザウルスでしょ、そしてボーナスパーツがついてますこれ、あのー、初めての商品化らしいですよ、だからこれね、すごい人気だったんですね、初めての商品化されたのは、なんと台のクリスタル。ね でこのダイノクリスタルを使って、えーまあ、メガゾウとロボットたちをです、ね、操縦するということなんですけどこれ初めての商品かこれだけしかついていませんけどねあの5人全員の分は入っていません、えー、ティアノザウルス、ねえー、の分ですねダイノクリスタル赤の分が入っていますそして、えー、中のですねその音なんですけど、えー、なんかね 2, 2つ音が入ってるんですよこれこだわりですねすごいなと思ったのがあのー、まあ 当時の玩具、まあ、今からもう20年以上も前のね玩具ですから当時の玩具にはできなかった劇中の変身音これ新規収録だから当時のやつはちょっと本当にその変身音としては収録できなかったんだと思うんですよもうやっぱりあの何ですかね玩具の中に入っているその記憶している、まあ、チップというかそれ多分そこまでのクオリティはできなかったんだと思うんですね でこれが新規収録もうこれはもうまさに劇中そのもの当時のねそれが入っているともう一つはバージョン違いで「充電戦隊恐竜者 VS ゴーバスターズ恐竜大決戦さらば永遠の友よ」ありましたね2014年1月劇場公開これね番組でも紹介しましたですけどそのねまあゴーバスターも出たし恐竜者も出たその中にそのね1レンジャーも登場しましたその中のね劇中でティラノレンジャーが 変身に使った音、この幻の2014年バージョンの変身音も新規収録とすごいねそのそのこだわりっていうかこれ絶対一般販売はできないわ無理だね <laughs> いやさすがねウェブ限定欲しい人だけはまあお金出してちょうだいねということでお約束のもとで買うことのできる幻の2014年バージョンの変身音これも入ってるんですよ では、心してて聞いていただきましょう、はい、ではまずね、何偉そうなこと言ってるんでしょうね。さあ、それではね、あのー、ちょっとね、漢、え、字、ー、の音をですね、皆さんに聞いていただこうかなと思いますが、えー、まず、起動音からね、えー、とね後ろにハンドルがあるのがついてるんですよ。で、ハンドルを開けますと、こう控えめなね小さなボタンが裏の方にですね、こうついてるんですね。オンオフって書いてます。でこれ、まずオン,まオ,ンオンにしますね。いきますよ。 聞こえたもうちょっともう一回やっていい自分でも自信がなかった今のもう一回いきますよせーのはいはいちょっとこうね、えー、いいねこういう控えめな音さすが20年前の玩具だなっていう感じがしますけどでも中身違う本当は違うんだよねで、えー、これでですね、えー、バックルを開けましてで、えー、横のボタン台のバックラーの横のボタンをこれ握りハンドル握るとねちょうど大人の指にはちょっときついんだけどまあ仕方ないだろう これで横のボタンを親指で押しますいきますよちゃんと LED も入ってるからね光るからはい,いきま,すまずはこの新規収録版ですね123どうよ新規収録版いいですかで次ね今度はね長押ししますね今のはちょっと,ちょっとあの短く押しただけなんだけど長押ししますとこの 幻の2014年バージョンの変身音ねちょっと一度閉じましてもう一回やりますよ長押ししますせーの321聞こえた幻 <laughs> 一瞬だったから本当に幻だったんだけどねちょっとこう最後の方のアレンジもね、あのー、ちょっと違いましたですねもう一回やってみたいと思いますではもうでございますまずはね、えー、最初のその新規収録されたもともとの変身音がこちらいきますよ321 あごめん長押しになっちゃったね、今ね。<laughs> 失礼しました。えでもう一回念のため、えー、短い音で一回だけ押しますよ。行きますよ。はい、3、2、1。<noise> 1> はい、こういう感じですね。はい、まあ,あの、音的にはですね、えー、非常にこの地味な <laughs> 感じはしますが、えー、こういうね、えーまあ、当時のものもしてもやっぱり、えー、変身アイテムの。 ね、代表的なあ音だったとということで,す、ね、でまあ今日はね、あのー、このまあダイのラバックラーだけなんだけど、えー、メダルがね残念ながらそのティナノ・ザウルスのティナノね1個しかなかったんで、えー、追加で発売されました、えー、こちらの守護獣メダルセット、はい、これをねちょっとね持ってきたんですよこれ見ましょういやごめんなさいラジオ聞いてる皆さんには見れないんですけど私もねこれずっとねこのダイのラバックラーとこの守護獣ュメダルセット ずっと、ね、開けたいなと思いながら開けずにずっと置いてしまったんですよ。で今日初めて。はい、じゃちょっとね、えー、ちょっと台のバックラこちらの横に置いときまして出ましょうかね、はい、こメダルだけで、ね、音が出るわけじゃないんですよでそこだけちょっと難しいんですけど、えー、じゃちょっとねあのまた箱が、ね、あのチョコレートが入っている菓子箱みたい豪華な箱ですよ。 厚みのあるね紙でね,でね、えー、箱自体はね20センチ二2 0ンチぐらいあ十1 5ンチぐらいの正方形の箱ですねできれいな箱なんですよ上下に開くようになってますねでその,あのトップのねそのデザインにはちゃんとねメダル、ね、たちの、えー、メダルたちのその、まあ、デザインがね施してあってゴールド箱自体は黒なんですけど渋いねマットブラックにゴールドがキラッと光ってるって感じいいっすね なんかチョコレートを食べるみたいな感じがしますけどで、えー、その、えー、中を開けますとわすごいな豪華あのー、こういうのねちょっと男の人は女の人と分かんないんだけど男の人たまらないと思うんですよ、あのー、なんか収納ケースってありますよね収納ケースの中に必ずそのウレタンとかさしかもね硬めのウレタンね柔らかいのダメよ硬めのウレタンでちゃんとね、あのー、形が整ってて何が入れるか決まってる箱 ケースあるじゃないですかこれももちろんメダルなんでメダル専用のねですからメダルちゃんときれいに売れた中に収まってるんですよやらそそるわこれ <laughs> そのこう男のロマンですねこれねはいで、えー、中はねいろんなメダル入ってるんですけどね4050メダル、ね、まずティラノザウルスあティラノザウルスもう一個入ってるんだねこれねそれからジューマンモストリケラトプスブテラノドンサーベルタイガーそしてドラゴンシーザーそして あこれは貴重かも五大守護銃メダル全員が揃ってますねこれすごいでまずねちょっとねじゃティラノザウルスメダルからティラノザウルスメダルあ出してみますねで今出しまして今手元に持ってるんですけどねあのね重いの <laughs> あの大きさ直径がねそうね5センチぐらいかな5センチぐらい直径5センチのメダルって大きいですよで厚みがね 1, 1センチはないけど多分8ミリぐらいあるのかなであのくり抜きとかさそういうのないんですよもうそのまんまぎっちり詰まってますっていう状態で、えー、まあもちろんね表はねそのね、えー、ティラノザールスなんですけど裏見返しますとちゃんとね文字がね掘り込んであってで、えー「恐竜戦隊10レンジャー」書いてますねで真ん中にはその「Z」の文字がガーンとこう。 でねあのー、こう立体的なな、ね、デザインなんですよでだからティラノザウルスとか後ろの文字っていうのはちゃんとね浮き出てて、まあ、まあ削ってね掘り起こしてるわけですけど、えー、ちゃんとこの黒のねあの地金っていうかデ,デザインっていうか色かなが表に出てるので黒と金でね非常に渋い、ね、色を出してますねでちょっと気になるのがねさっき使いました重、えー、レンジャーの,あのダイオモドバックラーの方をですね、えー、ちょっと開けてみようかなもう一回ね音出るよ <laughs> はいちょっと編集さ変身させてもらいましてあのメダルをね外しまして台のバックから後ろのボタンを押しますとね前にポロッと落ちるんですよで台のバックについてきました、えー、ティラノザウルスのメダルを見ますとあやっぱり違いますねあのねティラノザウルスあの台のバックについてきたやつはえー、っと黒のね縁取り縁取りっていうか中のね塗装っていうかがないんですよ単にその まあねえー、ダイキャストに立体つけましたみたいな状態なんですけどで裏見ますとねあもう全然違うわあのティアノザあのダ台のバックについてきたやつはね後ろ,がに後ろに文字ないんですよでただそのなんか朝日みたいな <laughs> デザインの,あのがただ印象的に彫ってあるだけでまあ彫ってるのはいいんですけどね十連者の文字は入ってませんだからそう考えるとねこれやっぱ特別なメダルですねさすが4 5 0メダルセット豪華でございます。 他にもね、あのー、サーベルタイガーだの、えー、なんだっけ十万マンモス。はい。全部ありますよ。綺麗です。全部ね、後ろも同じ。デザインは後ろも同じですね。前はそれぞれのマンモスに、トリケラトプス、プテラノドン、サーベルタイガー、ドラゴン、シーザー。そして、最後の、これ気になるね。五大守護獣メダル。はい。こんな感じですね。 ごあのまあ、5, 5人のね5人じゃねえや <laughs> 4050全員集合みたいな状態のメダルですけど1個の中にみんなが入っていてちょっとお得な感じの <laughs> 裏を10レンジャーがちゃんと追い込んでりますこれねあのダイのバックだとその組み合わせることで音が変わるとかそういうのは残念ながらないんですけど、えー、非常にねよくできたメダルでございますねかっこいいですねこれはもう絶対もうマニアはたまらないんですよはい。 そういういことでね、えー、今日はね美味しいチョコレートじゃなかった、えー、美味しそうなメダルをいただきまして、えー、満足いただけたでしょうかう私だけで <laughs> 満足してるのは、えー、まあこういうねあのー、豪華なおもちゃがねこうやっぱウェブ限定で出るって非常にいいんじゃないかなと思いますね。さあ、えー、今日の、えー、曲をねこの後かけてみたいなと思いますが、えー、当然ねあのドラゴンバックラーでございますねこの曲でやってみたいなと思いますね。ねはい Okay, so it's time for the uh, Dragon Buckler's theme songs, I should say. <laughs> Kyoryu Sentai Rangers theme songs, by song by the, Sato Kenta. And, and I hope you enjoyed this as well as our demonstrations. Okay, so let's hear this.